エスペルカンプは、ドイツ連邦共和国ノルトラインベストファーレン州、デトモルト行政管区のミニイコールリベッケ軍に属す、市である。州北東部のオストベストファーレンリッペ地方に位置する。エスペルカンプは1229年に、初めて文献に記録され、20世紀後半に、球団役所後に当初は、難民キャンプとして、後には、 旧東部領土から放築された人々や移民者のための計画入植地として市に発展した。エスペルカンプはノルトベストファーレン州北東部、オストベストファーレンリッペ地方北部、ミニイコールリュベッケ郡の北西部に位置する。文化的にはミンデナーラント及びリュベッカーラントの両地方に属す。最寄りの大都市はオスナブリュック及びビーレフェルトである。市域は b n 産地の北約 15km 付近に位置し、完全に北ドイツ低地に含まれる。土地は広範囲にわたって平らであり、目立った山はない。ファッペンシュテットクの丘陵部周辺の海抜 70m の地点がこの市の最高地点である。地域の他の部分は、平均海抜 45m 付近に位置している。市の北西部のグローセアウエ川沿いは、 海抜約40メートル程度である。エスペルカンプは、リュンマー・ゲースト定地の小分類である、ラーデン・ディー・ペナウアー、ゲーストの旧モレーン地域に位置している。南の市境は、ミッテルラント運河である。この運河は1915年に、バスタウ・川北のベーザー氷河国に改作された。この周辺の定地には、 リュベッケに属す高層湿地、グローセトルフモアをはじめとする湿地がある。これに対して、エスペルカンプ市内南西部には、低層湿地のアルテスモアやフライモアがある。市の北部や東部湿地は、多くの排水運河により排水が施されている。市内最大の古典的な川は、市内西部を南から北に流れるグローセアウエ川と、イーゼニシュテッド区に湧き出して、 市内を北に向かって流れるクライネアウエ川である。グローセアウエ川のもう一つの支流であるビークリーで、川は、フロートは、イム付近で湧き出し、市の北東、ディーペナウ方向へ流れ去る。このように地域は、完全に、ベーザー川水系流域に属している。エスペルカンプ・ゼントルムの西のグローセアウエ川沿いに二つの、キドメ湖、グローサーアウエゼーと水浴場があるゼアム。 クライヒューゲルがある。市の中心部には、ガーベルバーハーという池がある。エスペルカンプに隣接する、自治体は、東はヒレ、南西は、プロイシシュ、オルデンドルフ、西は、シテムベーで北は、ラーデン、北東は、ニーダーザクセン州のザムトゲマインデウフテである。市の総面積は、約84.1平方キロメートルである。南北は、約10キロメートル。 東西は最大で約1 3キロメートルである。ミンデナーラント地方全体がそうであるように、エスペルカンプも農業が盛んである。大きな森が市の中核部のすぐ西と東にある。町の中核部がかつての森の中に建設され、現在でも多くの流木が残っていることから、エスペルカンプは森の中の町と呼ばれる。森林の占有率は、 周平均よりは低いものの、軍平均よりは高い値である。土地利用率を以下に示す。出典ノルトベストファー練習データ管理、統計局1973年の合併以後、エスペルカンプは以下の宿で構成される。エスペルカンプ・セントルムは基本条例に居住区として規定されており、公式な宿ではない。汎用的には、 オルトシャフトとゼントルムをシクと呼んでいるが、ゼントルムとアルトゲマインでの間に区別はない。ラーデンの気候グラフ。赤ヨレセングラフが平均気温、青い棒グラフが月間降水量を示している。エスペルカンプの気候は、中央ヨーロッパの海洋性気候と大陸性気候の移行部にあたることと、北ドイツ定地に位置することにより支配されている。この地域は総じて、 アダイ西洋海洋性気候で一時的に大陸性気候の影響を受ける。冬は大西洋の影響下でおおむね穏やかな気候である。夏は適度な暑さで降水量は比較的一定している。主に西風や南西の風が降水をもたらす。エスペルカンプの気候は同じ自然環境下にある隣のラーベンとほぼ同じである。 年間平均気温は約摂氏9.3度。年間降水量は東部が約650ミ、mm、リメートル。西部と北部が約700ミリメートルである。エスペルカンプはオストベストファーレン地方で最も乾燥し最も温暖な地域の一つである。アスピレコンプは1229年の民伝死去の文書に初めて登場する。 この地名はおそらく、この地域を拠点とした貴族、アスペルカンプ家に由来する。エスペルカンプは何、世紀もの間、グローセンドルフの影響下にあった。この地方ははじめ民伝司教の勢力下にあり、民伝政界療法の一部であった。1648年に、ブランデンブルクプロイセン領となり、民伝公領の一部となった。 プロイセン王国は1701年にエスペルカンプに文校を設置した。1806年から1813、14年までの間エスペルカンプはフランスの勢力下に置かれた。1807年から1810年まではフランスの属国であるベスト・ファーレン王国のベーザー県民伝館区に属した。1811年からは フランス帝国に併合されたオベーレン・エムスンの一部となった。1813年以後、プロイセンはこの地域の支配を回復した。エスペルカンプはベスト・ファーレンカンクの一部で新しく創設されたラーデン軍に属した。エスペルカンプは長らくグローセンドルフの会にある非独立の村であった。1832年に文工が独自の学校に昇格した。 1899年、エスペルカンプに、ラーフェンスベルク鉄道の駅が作られた。1910年4月1日、エスペルカンプは、グローセンドルフから分離され、アムトラーデンに属す独立した町村となった。この新しい町には、収益の高い肥沃な土地がほとんどなく、1930年頃になっても多くの人々がオランダへ食を求めて出かけねば、ならなかった。 1938年から1939年に都市化に向けてのステップが始まった。秘匿するのに都合よく、戦略的に適切な森であった、ミッテルバルトにエスペルカンプ弾薬所の建設が始まったのである。250ヘクタールの森に130棟の頑丈な平屋の建物、約20キロメートルの道路網と給水施設、配管、汚水処理場、 高圧線、変電所や鉄道ヘルフォルトバススムブレーメン線に繋がる専用側線などが設けられた。ムーナには、榴弾、起爆装置、未加工弾丸材料が生産されていた。部品材料は別の軍事工場で生産され、ここで発射できる状態に仕上げられた。半完成品と完成した弾薬類はここに貯蔵された。終戦までに、この施設は完成しなかった。 終戦までにこの施設は完成しなかった。神経ガス、多分を充填した毒ガス榴弾の製造が計画されていたのであった。1945年4月4日、この地域が連合国軍によって占領された際、この施設は完全には破壊されていなかった。3月28日に司令官キュッパー少佐がこの施設の爆破を拒んだためであった。 1945年に撮影された、球団役所の難民キャンプ1945年6月には、すでに難民たちは球団役所の居住区に住み着いていた。ポツダム協定に基づき、この弾役所は爆破されることになっていた。イギリス軍の爆破、武装解除分検体がこれを担当することになっていた。 当時リュベッケ軍の司令官であったイギリス軍のスティージ、陸軍大佐は、ベスト・ファーレン福音派救援組織で、イギリス軍事政府との連絡役であった、ディール牧師に、ムーナの建物を、救援組織の活動に使うよう指示した。7月20日に、イギリス赤十字のパーダーボルングループが、旧作業所、ヘトリヒスドルフに入り、 ベスト・ファーレン福音派救援組織の援助を得ながら、小児保養施設を設立し、例えば被爆周辺地域の子供たちを収容した。11月4日までに、ムーナの弾薬や毒ガス榴弾は撤去された。これにより、イギリス軍武装解除分検体のこの施設における任務は完了した。エスペルカンプ・ミットバルトの難問1947年。 カール・パブロフスキー牧師とビルガー・フォレルの働きにより、爆破はごく限られた範囲で行われた。バラックは、当時すでに一時的に、事前目的での福音波救援組織の使用に、供されていたのである。1948年10月、軍司令官ビショップは、ムーマの爆破中止を命じた。福音波救援組織により、ルートビヒ・シュタイルホーフが設立された。 エスペルイコールミットバルトは、ドイツ全体の中でも大規模な、旧統武両土からの移民都市の一つとなった。1949年10月4日、ノルトベストファーレン州、社会法仕活動団、ベストファーレン福音派協会は、オーフバウガメナーシャフトエスペルコンプ GMBH を創設した。この建設会社は、総合的な建設デベロッパーで、 1951年12月1日に、オルガンデアシュタートリーカンはウォーナングスポリックとして認知された。住宅が建設され、企業が誘致された。1959年10月3日に、エスペルイコールミッドバルトに都市圏が与えられ、これ以後は単にエスペルカンプ市と呼ばれるようになった。それまでエスペルカンプ村と呼ばれていたのは、現在のアルトエスペルカンプと呼ばれる地区である。 1960年10月3日、ラーフェンスベルガー鉄道の新しい駅に初めて列車が停車した。新しい市庁舎は1960年9月15日に完成した。3756票対234票でエスペルカンプの住民はエスペルカンプ市からアルトエスペルカンプを分離することを決定した。1964年7月28日、 市は、それまで、エスペルカンプ建設会社が行ってきた、公的基盤整備と社会資本整備を自ら行うことにした。1966年1月1日、エスペルカンプ市は、アムトラーデンから独立して、アムトに属さない町となった。1973年1月1日には、周辺町村を合併し、拡大した。 1985年、ゼアム・クライン・ヒューゲルの使用が解放された。このグローセアウエ側の関留め湖は、自然保護区であった。1985年に、屋外水浴施設アトールが完成した。1997年、エラーブルクジョを市が購入し、修復を行うことについて、市議会での議論の後、住民投票が行われたが、79.8%の、 票がこれに反対した。2004年10月12日フランクフルトのウルリケ・フィーカーは、ルフトハンザのカナディアジェット700にエスペルカンプの名を付けた。1966年にアムトに属さない都市となった後、ビレフェルト法に基づく1973年1月1日の軍の再編により、エスペルカンプはその領域をかなり拡大した。 エスペルカンプ市は1972年12月31日まで、リュベッケ軍の独立した自治体であった以下の町村を合併した。1939年から2007年までのエスペルカンプ市の人口推移、エスペルカンプの人口構成は、市の発展の歴史により不均質な構造である。市域への入植は主にドイツの旧ドイツ東部領土や、 ロシアの占領地域からの避難民から始まった。エスペルカンプの多くの通りが、避難民の故郷の地名や、最初に住んだ人物にちなんだ名前が付けられている。経済発展の時代には、ギリシア、イタリア、旧ユーゴスラビア、トルコからの出稼ぎ労働者が増えた。1970年代から1990年代にかけて、遅れてきた移住者と呼ばれるロシアやカザフスタン。 その他当時の東側諸国からの入植者が徐々に増加し、主にエスペルカンプの北西部のいわゆるウェストエンドに住み着いた。このグループにはトルコ人やクルド人が含まれている。この街では戦後に移住した人々が市民のかなりの部分を占めている。住民は民伝公領がプロテスタントの教義を受け入れ、 遅くとも1648年に世俗化されて、プロテスタントのプロイセンに併合されて、以来、完全に、プロテスタントのルター派が優勢な村であった。しかし、第二次世界大戦後の入植者や、1980年代から90年代の入植者らによって、多くの教会が建設され、組織が作られた。1946年からこの町には、 福音派自由教会組織があり、右予曲折の後、1985年からいくつかの組織センターで宗教行為を行っている。メノー派はエスペルカンプで多くの組織を運営している。最も古い教会には約650人、メノー派兄弟会には約2300人のエスペルカンプ市民が登録している。 メノーハ組織は2009年夏に新しい境界道を建設した。エスペルカンプのメノーハ市民の多くは80年代から90年代に移住した遅れてきた移住者の人々である。エスペルカンプにはイスラム教徒のための中央モスクメルケズカメがある。宗教分布を示す間接的資料として2004年のエスペルカンプの 学校に通う生徒の宗教分布調査の結果がある。これによると72、72%の生徒がプロテスタント、8%がカトリック、7.7%がイスラム教、3.6%がその他の宗教、8.5%が無宗教であった。市長はハインレヒ・フィーカーが務めている。フィーカーは1999年に市長に初当選した。 エスペルカンプの市議会は38議席からなる。エスペルカンプ氏は1973年に紋章の使用を行政管区長官から許可された。図柄、銀字と黒字に上下に分割。上部は戦場に配された3枚の緑の山ならしの葉。下部は上下左右に貫く形の銀の十字。この紋章はもともと1966年6月に 授与された。山ならしは村の名前にちなんだものである。十字は教会の強い主導のもとに成立したことを示している。緑と銀の配色はかつてこの地域に住んだ氏族が属したザクセン人を示すものである。黒と銀はプロイセンの配色である。現在の地域は1648年からブランデンブルクプロイセン領に属した。 このほか多くの住民が戦後東プロイセンのドイツ東部領土からの移住者である。この町は、4つの都市と姉妹都市協定を結んでいる。新劇場は1972年11月11日に開館し、30年後に官民交流により、マルグリット社とディートマール・ハルティングの支援を受けて回収がなされ、 7ヶ月の回収期間を経て2002年10月27日に再開された。この劇場は入れ替えの多彩な出し物で際立っており、エスペルカンプの外でも知られている。演劇、コンサート、子供劇、人形劇、カバレット、音楽劇が上演される。この劇場は647席、このうち159席がバルコニー席である。ガウゼルマンコレクション、 ドイツオートメーション博物館は1995年から世界中の歴史的な自動販売機が1800台以上を展示している。歴史的な自動販売機、自動サービス機、スロットマシーン、ピンボール、ジュークボックスなどが展示されている。アルテン・ラーデンには輸入食料品、クリーニング、菓子店を兼ねた探偵、エンマ・ラーデンが展示されている。ブラン・マイヤーショイには 19世紀に、オストベストファーレンで普通に使われていた古い農具や、手工業の器具が展示されている。この展示館となっている、ナ屋自体は1750年に建てられた藁き屋根の、木組建築のナ屋である。市役所には、町の成立から、現在の形になるまでの発展を示す、エスペルコンプ・インサイト・ウントラウムの展示がなされている。エスペルカンプでは9つのサークルが、 音楽活動を行っている。トロンボーンコーラスや様々な組み合わせの楽隊から、ハーモニカやカントリー音楽のクラブまで多彩である。さらに、エスペルラーデンシュテムベーで音楽連盟が組織されている。ベンクハウゼン・ジョーアルテ・クルスエラーブルクは、フィステル地区にある古い水城である。この所領地は1475年に初めて記録されている。 その建物は荒廃し、倒壊の危険がある。エラーブルクの水車は、上から水を注いで動かす方式の水車である。1781年頃に建造され、1905年からは、粉引き用としてだけでなく、小引き用としても用いられた。1935年からはモーターで動いている。エレンブルガーミューレは、ベストファーレン風車街道の一部である。 ベンクハウゼン城は、現在のゲストリンゲン区に相当する、旧機資料を収めた城である。ベンクハウゼン領は1510年にエラーブルク領から遺産分配されて成立した。1657年から1683年までの間に、現在の形で建設され、1899年に増築された。 プロテスタント教会は1878年から1880年に民伝の建築家モエレの設計に基づいて建設された。後期古典主義様式の二階席のある教会は完全な形で現存している。フロートハイム区の木組建築の礼拝堂アルテクルスは1818 18年に建設された。この簡素な木組建築の中には三面の祭壇と二つの 城の周りはいずれも公園になっている。エラーブルクに面した4ヘクタールの公園には、水車用の堀、水車地、園地、草地の広場がある。旧公園では、様々な草木が茂っている。印象的なのは、マロニエの並木道と中庭の樹齢約400年の、母大樹である。ベンクハウゼン城に面した公園は、約8.6ヘクタールで1837年頃に、 企学的に造営された公園で、後に、風景庭園が捕捉された。古い公園の構成要素は、古木の流木の外側にわずかに残るだけである。き止められた水路の小島にあった水車は、減損していない。北西部のグローセアウエ川、クライネアウエ川、フロントハイム区の湿地は、森や緑地でのレクリエーションに利用されている。近郊保養地。 グローセアウエの中心は、1979年から1981年に、人工的に作られた石止根湖、グローサーアウエ税である。この湖と周辺の土地は、グローセアウエ税自然保護地区に指定されている。隣接する税アムクライヒューゲルはレクリエーション用、水浴地として利用されている。クライネアウエ川は、旧リュベッケ郡で最も重要な平地の川である。 川の拡幅は1837年以前にすでに行われていた。1990年代半ばに雨水貯蔵地が作られた。しかし、市はこれを再び自然の流れに戻し、川を自然環境に再編入した。フライモアは珍しい植物の生息地であり、水辺を好む鳥類の産卵地である。アルテモアは池や沼状の土地からなる。 低層湿地である。ここでは、地下水と表面水が混ざり合い、危機に瀕した湿地の動植物の生息地となっている。これらの湿地は、ミッテルラントウンガ対岸のグローセストルフモアと、ビオトープ連名を締結している。TB エスペルイコールミットバルト男子チームは、テニスブンデスリーガでプレーしている。FC プロイセンエスペルカンプの男子チームは、ランデスリーガでプレーしている。 プロイセンエスペルカンプはアルベルト・ピュルステン・シュターディオンでプレーしており1957年の発足当時からエスペルカンプへ逃れついた新しい市民たちの結束の重要な寄り所の一つであった。市内には以下の大きなスポーツ施設がある。エスペルカンプ駅エスペルカンプは連邦道 B239 号線経由で遠距離道路網に接続している。 この町からリュベッケ、ミンデン、ラーデン、プロイシシュオルデンドルフ行きの定期バスが運行しており、市民バスも利用できる。エスペルカンプの公共旅客道路交通は、オストベスト・ファーレン・リッペ交通連盟に加盟している。エスペルカンプ駅は、鉄道ラーデン・ビューンで1000の駅である。平日は1時間ごと、日曜日は2時間ごとに、ラーデン・リュベッケ・ビューンで、 ヘルフォルト・ビーレフェルトと運行するラーフェンスベルガー鉄道のレギオナルバーンやレム号行きの RB が発着する。またディーゼル車両ボンバルディア・タレントによるユーロバーンの旅客列車が時速1 2 0 k m r で通過する。1900年頃に計画されたゲーレンベック、フロートハイム・ミンデンの軽便鉄道は実現しなかった。工業工を持つ ミッテルラント運河は南の市境となっている。この町にある主な企業は以下の通り。ノイエベストフェリシェとベストファーレンブラッドがエスペルカンプのローカル市として公読されている。ミンイコールリューベッケ軍向けのローカルラジオ放送はラジオベストファーリカである。エスペルカンプ消防団は6つの消火隊からなる。市の施設局は浄水場を含む上下水道を管理している。 この役所は森の野外プールや野外プールアトールも運営している。このプールや大きな公共施設は地域熱供給網で暖房されている。私立図書館は940平方メートルに3万点以上のメディアを貸し出している。対象は図書だけでなく400点以上の DVD、700点以上の CR ロムなどが含まれる。 約40点の雑誌が図書館で閲覧できる。この図書館は1952年9月28日に開館し、2007年の利用者は延べ、約5万3000人、貸し出し件数は10万7000件である。エスペルカンプは、ラーデンク裁判所、リュベッケ労働局、リュベッケ税務所の管轄である。エスペルカンは7校の基礎家庭学校を運営している。 これらの学校のうち3校はエスペルカンプ南基礎家庭学校連盟を結成している。1校は修日部門を有している。この町にはさらに3校の本家庭学校、1校の実家学校、1校のギムナジウムがある。本家庭学校ビショフ・ヘルマン・クンスト・シューレは寄宿舎付きの養護学校である。もう1校の養護学校マルティンス・シューレは 学習障害者のための学校である。ミンイコールリュベッケ軍のリュベッケ職業補修高等専門学校はエスペルカンプにキャンパスを有している。ここでは金属加工と社会教育学の専門グループが学んでいる。この学校はさらに私立の経済と技術の専門大学でありメカトロニクスと電気工学の講義が行われている。成人教育は エスペルカンプに本部を置く旧リュベッケ軍市民大学によって行われている。エスペルラーデンシュテムベイで音楽学校連盟も講義を行っている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最始直接参照してはおりません。ありがとうございます。